こんにちは、マキシグローバルの柴田ひふみです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。学校がお休みになって初めての週です。今日はこれからですね、バスに乗ってサーファーズパラダイスまで行って半日を過ごしたいと思います。なんと今日は35度ぐらいある、とっても暑い日なんですけれども、行ってきます。ちょっと
お昼食べてまたご飯食べに行きます。世界で一番高い居住用のユニット、日本でいう高層アパートメントですね。この Q1 に登ってみたいと思います。こっちですね。この Q1 なんですけれども、高さ 322.5 メートルです。アパートの数は全部で526個になってます。でこちらが入り口になるので、ちょっと上まで登ってきたいと思います。すごい綺麗ですね。こんな風にですね、ゴールドコーストは白砂、歩くとキュッキュッキュッっていう鳴き砂になってるんですけれども、こんな風にずっと海岸線がつながっています。でこちらがサーファーズパラダイス。そしてサーファーズパラダイスの隣の町はメインビーチ、そしてザ・スピットまでつながっていて、ザ・スピットの方まで行くと外海と中海がつながってる海水路が通っています。わー、すごい。そして皆さんが、ゴールドコーストに滞在する際にはこういった高層ビルでコンドミニアムみたいな形で滞在もできますし、一軒家この方ですね、こちらの方の一軒家でシェアハウスですとかホームステイっていった形も滞在のオプションになります。でコンドミニアムですとか一軒家でもプール付き の、 住宅地が結構あるので、真夏すごく暑いんですけれども、こういったプールで泳いだり、あとビーチでも泳げますね。でこのビーチなんですけれども、いつもボランティアのライフセーバーの人たちがいるので、旗と旗の間泳いでたらちゃんと安全を確認しててくれるので、すごく心強いです。わー、すごい。またコースト空港、ニューサウスウェールズ州はこっちの方です。でこの湾型になっているビーチが広がってるんですけども、この一番先がスウィードヘッズになります。そしてですね、向こうの方に山が見えてるんですけども、ちょっと山火事の影響でまだ煙がこっちの方まで来てる、ニューサウスウェールズ州からですね、こっちの方まで来てるので青空ではないですけれども、こんな感じがゴールドコーストの市です。そしてですね、そして Q1 ではこんな風にタヒチまで何キロ、ロサンゼルスまで何キロ、ニューヨークまで何キロって表示されてるので、子供と一緒だったらいい地理の勉強にもなります。そしてここだったかな、東京まで何キロか、ここにハワイまで7000、すごい、東京まで7223キロですって。じゃあ北の方なんでこっち側ですね。日本の皆さん元気ですか？Q1 です。いつも観光客の人とか地元の人たちでにぎわってます。
そして、もうクリスマスなのでクリスマスツリーもちゃんと飾られています。今日も私の動画をご覧になってくださってありがとうございます。12月忙しい、何かと忙しい月ですが、皆さん体に気をつけて頑張ってください。また次回の動画でお会いしましょう。